この曲はですね、本当に初めて僕たち聴いた瞬間からめちゃくちゃテンションが上がった曲だったんですけど、本当に僕これレコーディングが全部終わって初めて僕たちの手元にこのファイアワークで音源が届いた時に、いや良すぎて僕車の隅で実は泣いてしまって、それくらい初めて聴いた時はもうすごく感動したんですけど、このファイアワークという曲はずっと探していた君に出会うその衝撃的な瞬間だったりとか爆発的な喜びを表現している曲で、その爆発的なところを表現するっていう意味でとてもパフォーマンス的にもハードに仕上がってます、ね、最初曲を練習していて1サビ終わってみんな倒れるぐらいきつかったんですね。で本当に何度も練習して完成度をみんなで切磋琢磨して高めていったのではないかなと思います。実際にこう花火を作られる花火師の方々もすごく繊細に仕込んで空に打ち上げるじゃないですか。なので花火から全部こうみんなで調べてこういう表現にしようとか落ち方とか指のこうなのかこうなのかこうなのかずっと話し合ってました。いやこれは拍手ですよね。Fireworks